はい、おはようございます。佐渡芝です。今ね、12時半ぐらいかな。疲労散歩ということでね、また歩いておりますけれども、まあ先週はね、お笑いウィークということで、まあ、キングオブコントに始まり、ゲレステさんにね出していただき、まあコントをね勉強してきましたけれども、なんかこういろいろチャレンジするのは本当にこう、あのもちろん大変なんですけどね、楽しいですね。はい。さて、今日はですね、稽古です。ファンタジスタ、もういよいよ1週間になりましたね。今日はね、4月の11日、土曜日でございまして、7月17日、ファンタジスタ、新宿の、プーク人形劇場でね、昼公演夜公演、開催します。まああの緊急事態宣言下ではあるのですが、まああの、なんて言うんでしょうか、まあね、5000人以下の収容数、もしくは、50% 観客をね、ソーシャルディスタンスを測っていれば問題ないということで、まあ感染対策はしっかりしつつ、舞台は開催します。なのであの今回なかなかね、そのオリンピックだったりとかワクチンだったりとか、あとまん延防止から緊急事態宣言ということで、まあなかなかこう、落ち着かない状況ではあるんですけれども、ぜひあの我々の舞台見に来て、あの楽しんでほしいなというふうに思っております。新宿公園、大阪公園のなるとはまた、ガラリと違った構成で、お届けしますのでね、あのぜひ、見に来てほしいなというふうに思っております。チケットの方は私のホームページかトゥインクルコーポレーションの、ホームページに、ございますので、ぜひあのそちらを見ていただければ、分かると思います、ね、今回はあのチケットでねまた発売としてますので、まあ、あの予約だけして当日受付であのご精算いただくというようなあのシステムのでございます、ね、よろしくお願いします。本当にいやで、まあ、そんなわけで今日はね本当に夏日だね。これ夏日、暑い。まもなく13時から22時までみっちりと行います。じゃあ皆さんね、17日ぜひ来てください。じゃあ頑張っていきます。じゃあね、バイバイ。ああいい天気。